札幌仙台鹿島浦赤島 FC 東京、川崎横浜 FM 湘南清水岩田名古屋、G 大阪市大阪神戸広島と市長崎2018年の J1 リーグ所属クラブの所在地この項目では2018年シーズンの J1 リーグについて述べる。J1 リーグとして26年目のシーズン、明治安田生命保険総合会社をタイトルパートナーとして2018明治、 安田生命 J1 リーグの名称で行う。2017年12月12日に大会方式及び試合方式が発表された。2月23日開幕、12月1日閉幕の全34節、合計306試合で行われる。2018FIFA ワールドカップ開催期間中は、中断期間が設けられ、5月19日20日開催の第15節の後は、 7月18日開催の第16節まで約2ヶ月間リーグ戦が行われない。さらに3月下旬にも日本代表の強化期間のために中断期間が設定される。この関係もあり、8月までに水曜日開催の節が6節設定され、水曜日開催を原則としたカップ戦と相まってほとんどのクラブが第5節以降中断期間前の8週間。 毎週2試合の公式戦が組まれるという15連戦の日程が設定された。今シーズンから週末に行われる J1 リーグ戦11節のうち1から2試合をこれまで基本的に試合の行われていなかった金曜日夜に開催しフライデーナイト J リーグと銘打って週末に予定があって試合観戦ができない人への新たなプロモーションが行われることになった。 開幕説ではサガントス VS ・ビッセル・神戸の一戦が2月23日、金曜日開催となった。2018年シーズンの J1 のクラブ数は、前年同様の18。2017年の J2 リーグ優勝の、湘南ベルマーレと J2 リーグ3位で、J1 昇格プレイオフを制した名古屋グランパスは2016年シーズン、以来2年ぶり、J2 リーグ2位のビファーレン・長崎は、 初の昇格。本年のレギュレーションの最大の変更点として、J1 から J2 への降格についての変更が挙げられる。2017年6月27日に概要が発表され、2017年12月12日に大会方式及び試合方式が発表された。具体的には、2017年シーズンまでは16位から18位までの3クラブが、 自動降格であったものが17位と18位の2クラブが自動降格16位のクラブが J1 参入プレイオフ決勝に進出し引き分け以上で J1 残留と改められた J1 と J2 のクラブが昇格残留をかけて対戦する方式は2008年まで行われた J1J2 入れ替え戦以来10年ぶりとなるなお前年まで同様 J2 の J1 ライセンス未取得クラブが J2 の6位以内に入った場合は参加クラブ数が変更となる。開幕前の予想では前年の成績上位である川崎、鹿島、C 大阪、ついで前年の AFC チャンピオンズリーグを制した浦和などを上位に予想する声が多かったが、AFC チャンピオンズリーグ2018出場組の川崎、C 大阪、鹿島、 柏が過密日程に苦しむ中、前半戦で大きく抜け出したのは、前年15位で過労じて J に降格を逃れ、FWT ラシン DF、和田拓也の獲得と期限付き移籍選手の復帰程度で、大きな戦力補強もなく、上位候補には挙げられなかった、広島だった。この年監督に就任した、上福広氏はチームに、粘り強い守備と、縦に速いシンプルな攻撃を浸透させ、 FW、パトリックの好調もあって、前半戦は12勝1分2敗の勝ち点37、と2位以下を大きく引き離して、主位を独走する。2位には、長谷川健太が監督に就任した、FC 東京。3位には、ミハイロペトロビッチが監督に就任し、第4節から第14節まで11試合、負けなしとした札幌と、J クラブで実績を持つ監督が就任したチームが、 上位に食い込む一方、いずれも外国人新監督が就任した、横浜 FM が15位、G 大阪が16位と明暗を分けた。中断明け以降も前半戦ほどではないにせよ、連敗なく勝ち点を積み上げる広島に対し、FC 東京は得点源となっていた FW、ディエゴ・オリベイラの不調も、相まって、第21節から8戦未勝利となり、優勝争いから大きく後退。 札幌も中段明けから第22節までの7試合でわずか1勝と停滞。そこに割って入ったのが中段時点で広島と勝ち点差が13あった前年の覇者川崎だった。シーズン序盤は ACL2018 との並行もありトレーニングの時間も取れない中で MF 中村健吾を曰くチームのエンジンがかからないかなという感じというチーム状況だったが 相手陣内でボールを奪い取り、相手にシュートを打たせないという、素早い攻守の切り替えに磨きをかけたチームは、中段明けから勝ち星を一気に積み重ね、第23節の広島との直接対決も制し、広島に迫る。一方、広島は首位をキープしていたものの徐々に低迷。それまで連敗がなかったチームが、第26節から7戦勝ちなし。 第28節から5連敗となり急失速。逆に、第26節からリーグ戦7戦負けなしと勝ち星を積み重ねる川崎は、第28節に首位を奪うと、広島を一気に突き放す。迎えた第32節、川崎は、新大阪にアウェーで敗戦を起死するも、広島もホームで、仙台に敗れ、残り2試合で、広島が川崎を逆転する。 可能性が消滅したため、川崎が史上5チーム目となるリーグ連覇を果たした。広島は結局最終戦で初の AFC チャンピオンズリーグ2019出場を目指す4位札幌相手に2点ビハインドを追いついて引き分け、過労うて2位の座を守るのが精一杯だった。一方、札幌は4位のままシーズンを終え、天皇杯次第ながら、 ACL2019 出場の可能性を残したが、シーズン終了後に行われた天皇杯準決勝で鹿島が敗退したため札幌の ACL 出場の可能性は消滅した。一方、今年から降格枠が2.5となった残留争いは、開幕前の予想では初昇格組の長崎と前年14位で残留を果たした清水の降格可能性を示す声が多かったが、 W イによる中断前の解散チームは、レビー・クルピの戦術がフィットしなかった G 大阪、深刻な得点力不足に陥り、第6節から7連敗を喫した、トス、そして2年ぶりに J1 に復帰したものの、第3節から8連敗を喫し、うち6試合が3失点と守備が崩壊した、名古屋だった。しかし、G 大阪は、クルピを解任して、 U-23 チームの監督を務めていた宮本恒康が監督に就任すると、そこからチーム力が徐々に持ち直し、第25節からは8連勝を挙げて一気に降格権を脱出し、第32節の時点で残留を確定させる。一方、名古屋は元ブラジル代表の FW 上が中断明け以降一気に得点を重ね、 夏の遺跡期間中に即戦力5人を新加入させるなどの大型補強の効果もあって、第19節から7連勝し、一時は11位まで順位を上げるも、直後に3連敗するなど、不安定な戦いぶりで残留争いを抜け出せない。トスは、夏の中断期間中に、フェルナンド・トーレス、金崎夢星という実績のある FW を補強し、得点力向上を狙ったが、 負け試合こそ少ないものの勝ちきれない試合も多く、なかなか残留争いを抜け出せない。さらに、ACL 出場組だった柏は怪我人が続出し、ACL 敗退後に、下平高弘を更迭し、加藤望に引き継ぐも、後半戦に入ると、それまでの、ボールをつなぐスタイルを放棄したかのような不安定な、戦い方で要所となる試合をことごとく落とし失速。 残留争いに巻き込まれてしまう。そして、前半戦15位だった長崎は、中段明け10戦で7戦勝ちなしを含む1勝1分8敗と、失速し、第23節終了時点で最下位に転落。そこからに連勝するが、これを最後に勝ち星を挙げられず、第31節のトスとの直接対決にも敗れ、第32節終了時点で、 自動降格権となる17位以下が確定。J1 ライセンスを持たない町田が J2 の2位以内に入る可能性があったため、この時点では降格確定とはなっていなかったが、11月18日に行われた J2 最終節の結果町田が4位に終わったことから長崎の J2 降格が確定した。続く第33節17位柏は監督を 岩瀬県に交代して臨んだ C 大阪戦で勝利するものの残留を争う14位、昭南15位、名古屋16位とすも勝利したため各チームとの勝ち点差を詰められず一説を残して2009年以来となる J2 広格が確定した。残る J1 参入プレーオフ参加となる16位については勝ち点41の12位横浜 FM13 位岩田 勝ち点40の14位、湘南、15位、トス、16位名古屋の5チームに可能性が残る状態で、最終節を迎えることになった。最終節、名古屋はホームで、湘南と2年前の最終節とほぼ同じ、シチュエーションでの直接対決。前半は、湘南が FW、菊池俊介のゴールと FW、梅崎司の PK で、湘南が2点をリードするも、 後半に入り、名古屋が FW 上の PK による2得点で追いつく。一方、15位トスは ACL2019 進出を狙う3位鹿島とのアウェーゲームとなり、一進一退の攻防を繰り広げながら、無得点が続く。下位3チームが同点の状況の中、得失点差で優位に立つ横浜 FM は、新大阪に逆転されるも、 大敗とはならず残留をほぼ確実にする。一方、岩田は優勝を決めた川崎相手に後半に入って FW 大久保吉とのゴールで先制するも5分後に川崎 DF7 隆寿に同点ゴールを起死し終盤まで同点のまま各試合会場はアディショナルタイムに突入する。名古屋と湘南が2の2でトスが0の0でそのまま試合終了し、 湘南とトスが自力で残留を決める一方で、名古屋が16位を脱せず、POO に回ると思われたその直後、岩田は、川崎 MF 課長、秋広の突破を許し課長がゴール前にクロス。これをクリアしようと足を伸ばした、岩田 DF、大井健太郎の足に当たったボールは無情にも、自陣ゴールに吸い込まれオンゴールとなり、キックオフ直後に試合終了。 土壇場で逆転負けを喫した岩田は勝ち点で、横浜 FM、湘南、トス、名古屋に並ぶものの、トスに次ぐリーグワースト2位の得点力不足や、静岡ダービー、名古屋との直接対決での大敗が響いて、得失点差で4チームを下回り、順位を3つ下げて16位となり、POO に回ることになった。一方、試合終了直後は、重苦しい雰囲気を漂わせていた。 名古屋の選手は岩田敗戦の方を聞き、一転して歓喜に包まれた。POO に回った岩田は決定戦で J2 の6位から勝ち上がった東京 V を2から0で下し、なんとか残留を決めることができた。終わってみれば、最下位の長崎でさえも最終的に勝ち点を32まで積み上げ、最下位チームの勝ち点としては J1 が18、チーム制になって以降最多を記録。 さらに17位がシワも勝ち点を39まで伸ばした上、12から16位までの5チームが勝ち点41で並び、過去3年間の残留ラインが30から34だったことと比較しても史上稀に見るハイレベルな残留争いとなった。その他のトピックとしては、神戸が FC バルセロナからこの年のワールドカップ、ロシア大会で代表を引退したばかりの MF& アンドレスイニエスタを獲得し、トスのトーレス獲得と合わせて大きな話題を集めた。特にイニエスタの加入した神戸は、成績面では10位に終わったものの、ホームゲームの観客動員が18.4%増となるなど、様々な影響を及ぼした。最終更新は2018年12月8日の試合終了時出展、J リーグデータサイト順位の決定基準。 1. 1勝ち点2。得失点差3。得点数。1。天皇杯優勝クラブが J1 リーグ戦上位に入った場合は、リーグ戦時点のクラブに参加資格が与えられるものとされた。1説から17説、18説から34説、最終更新。2018年12月1日出展。J リーグデータ最終更新は2018年12月1日の試合終了時出展。 J リーグデータサイト1差10列のチームが、ホーム側。色、青イコールホームチームが勝ちキーコール引き分け赤、イコールアウェイチームが勝利。J2 の4位に J1 ライセンスを持たない FC、町田ゼルビアが入ったため、J2 から3チームと J1 の16位による争いとなった。16位の岩田が出場し、決定戦に勝利して、J1 残留が決定。 最終更新は2018年12月1日の試合終了時出展。J リーグデータ最終更新。2018年12月1日出展。J リーグデータ中期。全シーズンは J2。ありがとうございます。